だけどだけどってあのルート136って聞こえるんですよ、はい、そうですね、国道136号線といってもほぼほぼ名古屋の人には通用しないあの伊豆の西海岸で振られるっていう。僕はあれですよ、静岡出身です。静岡どこですか？富士宮です。富士宮ですか？136号分かりますか？136どこでしたっけいやもうそういう話になりますよね。西伊豆のあのマーガレット街道だっけ、あれなんだっけ、はい、多分藤枝って同じ150号とかでしょ多分。藤枝だともうちょっとこう、うちは139号、あ139号藤宮とかじゃなくて藤宮の139号、あそうなの、はいはいはい、138、139、そう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 、136はほらあの道ヶ島とか西海岸を走るあの、はい、次号さん松崎一号さん行ったことないとほぼほぼ意味のわからない歌ですよね。でも大体だけどっていう曲で大体イメージはわかると思います。じゃあ最後 A のねコードなんで A の自分のことにちょっと買っただけの曲なんで、じゃあ行きます。時だけ
忘れないよ。だけどもだけどだけど